日本人全体が世界に向かって羽ばたいていくという、そうした開国を進めていく元年としたい。そしてこの開国を進めるためには、貧困あるいは失業といった不幸になる要素を最小化することが何よりも必要です。日系の開国に対する本気度を図る親戚とも思える問題かと思うんですけれども、戦後官房今、社会保障の在り方と、それに必要な財源を、消費税を含む税制改革を議論しなければならないという、そのことは誰の目にも明らかであります。アジア太平洋をめぐる安全保障についても、我が国のためだけではなく、この地域全体の安全安定を考えた行動が必要です。日米同盟の深化は、そうしたアジア太平洋地域の安定のためにこそ必要だ、こういう観点で推し進めてまいります。こちらの方、はい、専門誌の酪農経済通信の会長と申します。